というわけで、配信でやっていたアトランティスの続きはね、まあ、動画ということで、ちょっと諸事情により、配信する時間を確保するのが難しくなってしまったので、まあ、動画上という形ですがね、まあ、平安京これを最後まで見届けていこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、配信と、結局やってることは一緒なので、まあ、のんびり、がっつりやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、この、源氏会議とやらで、敗北を期した苦い記憶があるようでないような、まあ、ないんですけど、まあ、初見なんですが、ストーリーはスキップ。まあ、お休みの間、僕が会社に行ってる間、仕事をしながら何を考えていたとかというと、まあ、この編成で、噂によると、この、平安京において、まあ、一番難しいんじゃねえかと。イベントの中でも、ストーリーを通して一番難しいと言われる綱港のパーティー用の攻略方法をいろいろ考えてたんですが、まあいろいろ私も考えまして、おそらくこれでいけるんじゃねえかみたいな編成を組んできたので、こちらでやっていきたいと思います。これ星5サーバントでよくないか今。ふと、我思いけり。なんとかこれでいいや。なんだ、もうとにかくやろう。僕、フェイトグランドオーダー、僕のフェイトグランドオーダーの実況プレイを見たことがない人は口を揃えて脳みそがないのかとか、お前は猿からどうやって進化してきたんだとか、陸に上がるのを間違えたなっていうふうによく言われるんですけど、基本的にフェイトグランドオーダーというゲームは火力重視、何も考えずに宝具、必殺技をぶっ放していく、そういうゲームです。両者暗き日の元にて、この演出がマジでかっこいい。出てきたな、むっつりマッシュルーム陰キャ童貞ハゲ。命捧げようと。一応ね、戦い方、どうやって戦っていくのか、ギミック等々はですね、お前、武蔵ちゃんの剣山ボイス邪魔するなよ。ま、いろいろ調べてきたので、まあ、やっていくわ。まずは、渡辺の綱をぶち56すると。事前に戦った感じだと、とにかくこの綱真横を倒す方法は、耐久力と、全体宝具の、火力をぶち当てられるかにかかってるから、ここはチェインでいくか。まあ、いかに多分武蔵ちゃんのこの水着ハレンチ宝具が何回渡辺の綱の毛細血管を破壊し鼻ジブーにできるかどうかが鍵となる。スケベすぎる。もうちょっと火力が出てほしいが、まあまあこんなもんでしょう。はいはい。結局ね、この渡辺の綱がカチンコチンマッシュルーム、鉄拳マッシュルームになっちゃうと手がつけられなくなっちゃうから、 OK、 これで火力も上げてさらにもう一発、これでどうだろう、いけるか。理想はリリーが削り落とせればって感じなんだけど、このキャストレアを使った武蔵パが適性高いらしい。これでどんなもんだろう、いけるか、いった。いや、この連撃でマヨネーズをぐちゃぐちゃにできればあと5000か。まあ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 、うわっていうか武蔵の宝具回転率えぐくないか、すでに溜まり直してるんだが、早すぎる。なんでこんなに早いの、武蔵ちゃんのこの回転率の速さ。宝具の回転率ってそれすなわち性欲の強さだから、これだってね、2人ブレイクして楽勝じゃん。なるほどな。なんか初めてこの水着宮本武蔵とキャストリアの組み合わせが強いっていうのを実感したわ。
めちゃめちゃ 41% リチャージしてるし強すぎる。さらに無敵もあると。兆しの星、誰に呼ばれるまでもなく、あなたは星をかざすでしょう。強っ。あと回復があれば完璧だな。オッケー。まずは第一ゲージ。いや、ムサシちゃん強くねえか。毎ターンチャージプラスおまけ絶叫。うわ、このターン攻撃食らわなかったのめっちゃでか。どうしようかな。いや、これ粛清防御って1回だけ、2回か。で、こいつ必中があるんだよね。うん、どうしようかな。回避した方がいいか。した方がいいな。でリリーに攻撃集めようか。よしよし。これで次の攻撃でおそらく NP が 100% になるので、ホーグが撃てる。装填完了するはず。はい、粛清防御、防御ダウン。なんでだよ、ヘカテの恵みやめい。この辺りいじった方がいいんじゃないか。まあ、とにかくアーツチェインで NP を貯めていく。いいよいいよ。火力がないのが。こいつ的確にむっつり、的確に一番スケベな武蔵を狙ってきたね。いやー、この地味に NP ダウンが効いている。オッケー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 。ここで打とうか、ホーグを。これさ、もう棒バスターないけど、武蔵ちゃんのヒットポイント上げた方がいいな。これでどれくらい削れるかどうか。今バフが乗ってない状態だからそんなにダメージ期待できないと思うんだけど。いいね。しかも宝具封印が入ってない。よしよし、いいよ。必中 NP ダウン。お、あ、はいはいはい。これのホーグって確かただ優しい気持ちいいだけのホーグだよね。弱体解除と3000回復。はい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 。どうしようかな。これって全体だっけ、味方単体か。うん、やべ、アーツパ強くないか。めちゃめちゃフォーグ回せるんですけど。失礼。めちゃめちゃフォーグ回せるし、バーサーカーである宮本武蔵がここまでちゃんと生存できるってえぐくないか。なるほどな。効果力で押し切るっていうよりは耐久パがかなり強いイメージだね。強いっていうかハマってそう。はいはいはい。でここも無敵入ってるから、ドスケベを、スケベな女を一撃で切り落とす。スケベ居合斬りも耐えることができると。竜破弾。OKOKOK。 これで武蔵ちゃんの NP がアップで、これどうかな。ツナを狙いに行った方がいいのか。でもツナ狙いに行くか。ちょっとここね、そろそろブレイクしなきゃダメだなって。
無敵貫通がいい感じで刺さってんな。あー火力上げてもよかったかもしれん。できれば次のターンも宝具を打ちたい。宝具封印が入っていく。リチャージ54とかマジバケモンすぎだろ。今耐性が入ってんね。はい、かわいい。1万3000回復。あと1回か。まあでもここホーグもう一発打って、メディアリリー叩き落として、いやでもこれツナが一人になっちゃうと結構めんどくさいんじゃない。まさか。どうでしょう。はい、これでこう後ろ二人が倒せた。はい、はい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 。いやー毎ターン MP チャージ100は強いな。しかしこっちも負けてはいないと。これあれか。やりもちろん削り切れるかな。それはいつか来る兆し。こうなってくると単体宝具が一人いた方がいい気がしてくる。まあこいつらで第2ゲージまで割ってしまえば残り第3ゲージは他の子たちでなんとかなる。はいはいはい。いやこの粛清なんとか防御が強すぎる。めちゃめちゃキャストリアを狙っていく。やはりロリコン的確だね。警察に配置すればいいのにね。ロリコンの前に座って探知する。ここスタンで、もちろんやります。ここスタン取って防御剥がして、ついでに MP もチャージして回復すると。で、この状態で夢のように片付けていただいて、無敵入れて巌流島チェイン、これどうよ。いいんじゃない。かなりいい感じ。どれくらい入るかな。5万はさすがに無理か。いくつ。あ、でも3万9000なら十分すぎる。十分すぎる。チトシアじゃん。 OK、 削り切れる削り切れる。いけるいけるいける。あ、しかも宝具封印入ってるし。いや、ちょっと待って、この宝具封印は失敗だったかもしれん。いや、まあでもいいや。ここは粛清防御入れて宝具をいなす。いや、まあこのマーリンとさ、キャストリアの組み合わせ強くないか。やっぱ星5サーヴァントなんだよな結局。結局星5サーヴァントなんだよな。とんでもない大花畑。こいつら平安京を素敵なお花畑にしようとしていないか。オッケーオッケー。うわ、もうキャストリア狙いすぎなんだか。なぜここまでキャストリアを狙うんだろう。そんなにキャストリアが欲しいのか。いや、ちょっと狙いすぎでは、マジで。キャストリアしか攻撃してこないじゃん、こいつ。えぐい。えぐいえぐいえぐい。どうしようかな。ここ無敵あった方がいいよね、多分。こっちにつけるという選択。20% バフがあるから。
マーリンかな。回復が追っつかなくなってくるから。天照海を立つ。行くぞ。大剣士、大剣豪大剣会。花開いたりさ、海になったり忙しいパーティーだな。やっべえ、火力高え。やっぱ動いちゃうとだるいな。回避、チャージ増加、粛清防御。はいはいはい。ここチャンスだな。なんとかして攻撃を入れたい。うん。どうしようかな。何のためにやります。まあこのターン相手回避があるんで、回避をかわしつつ決めていく。やっぱこれなんだよな、星5サーバントで敵をぶっ潰してる時と神ジュナのマララプラーラで相手を粉砕してる時が一番ね、 FGO をやってるって性の実感が得られる。やばい。しかしだ、いささか火力勝負が分が悪くなってきたな。これはアルトリアが落ちることを計算に入れた上で立ち回らないとあかんかもしれん。いやでもここしっかりパワー攻撃入れたいな。アルトリア落ちるか。いや、生き延びる生き延びる。信じる。さすがにさ、こんだけヘイト買っててさ、ダメージ相当食らってるけど、そろそろマーリンを攻撃してもおかしくはない。そうでしょ。よし、そう、それ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 、いいよいいよ。わ、ここめちゃめちゃ攻撃チャンスなんだが、めちゃめちゃ攻撃チャンス。ここぶち込むか。ここ行くわ。でもチェインできないか、ギリギリチェインできないのであれば宝具ぶっぱだけだな。でしかもここはアルトリアの宝具は使わないと。次の敵の宝具に合わせてやりたい。これどれくらい入る ?3 万ぐらい入ってほしい。ふぅ、1万6千ぐらい ?1 万9千。まあ、そうだよね。若干。あ、宝具封印入ってるわ。うわ、それはまずい。それ。それはないだろ、マジで、ここまで来て。いや、しかし逆にこれで、ギルガメッシュが、頑張ってくれることを祈って。いやー、チェイン来ないか。これ、ダメージカットいくつ入ってる ?1 個か。じゃあ、ここ、攻撃チャンスだな。いやー、これ、ちょっと旗色悪くなってきたか。エヌマ・エリシュで。5万とか3万1000か。ギルのクリティカルがどれくらい入るか。うわ、硬すぎるマジで。まずいな。かなりいい感じだったけど、あそこのクリティカルバカのせいでムサシちゃんが吹っ飛んじゃったのが効いてんな。そう、バフ漏れ。攻撃するな。バフ漏れ、バフ。いやー、これ2回動くと防御が2つ入っちゃう。1個か。運命ですから。いや、これはギルガメッシュの宝具打たなきゃダメだな。あれはいつか見た終わりの星。どれほど遠く汚れても私は星を探す。いい感じに戦闘が進んでいるように見えるけど、残り3万7000がマジで削りきれねえ。くぅ、勝てえ。金剛大金剛流。
下地師、内地師、下爆、内爆、地形、まあ、ここは粛清防御が入ってるのと、相手のやっぱバフを消すキャラがいないと、回復が、ダメージが追っつかないな。あと4ターンで、あれが来るけど、4ターンか。いやー、ここもダメージ入らねえんだよな、きっと。まあ、一応チェインしてみるけど、多分宝具も通常攻撃もゼロだよな。 N マイル氏がどれだけ特攻が乗るか。頑張れ。ド派手なエフェクトから、おでも3万2000入るじゃん。これワンチャン飛ばせないか。無理か。1万8000はきつい。クリティカル込みでもゼロかな。まあそうですよね。やーべ、宝具以外ダメージが入らないんだけど。これフェイトグランドオーダーをさ、やめちゃった人から見たらさ、こんなんどうやって勝つんだって思うかもしれないね。俺もわからない、ちなみに。どうやって勝つか。王の話をするとしよう。いや削りきれないな、どうしよっかな。でもギルガメッシュに頑張ってもらうしかないんだよな。少しずつ減ってはいるけど、だからどこかのタイミングでガントで防御を剥がした状態で迎え撃たなきゃダメだ。でスキルいっぱい使って攻撃しないで。ふう、よしよしよし、オッケーオッケー。ここチャンスだな。ここはチャンス。で、あれ立ってるよね。うん。これチャンスだな。ここをしっかり落とすと。いやー、一応、バスター打った方がいいか？それはいつか来る兆しの星。誰に呼ばれるまでもなく、あなたは星を飾る。どうなんだろう、戦い方としては。でも、割とこの戦い方が、メジャーというかオーソドックスみたいなのをコメントで見たからな。やたら時間かかるわ。戦闘が長すぎて、おかげで3体イベント始まっちゃったからな、ツナのせいで。お、めちゃめちゃ出るじゃん。よっ、え、そんなに防御バフがないだけでそんなに火力出せんの。見えてきたぞこれ。はい、ガッツ。オッケー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 。ここしのぎたいね。ここマーリンしのいでほしいな、なんとか。ここマーリンしのいでほしい。気合で、気合でマーリンしのいでほしい。避けろマーリン、避けろマーリン。よし、いやそれはちょっとないし。オッケー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 。よしよし、いいぞ。で向こう入れてバフ入れて、でここは素直に宝具ぶっぱ。これ勝ったな。まだ勝利を確信するには早いか。エアがあまりに強すぎる。うわ、強っ。てか、なんか防御バフ乗らなくなったな。どうしたんだろう。やめちゃったのかな。気づいた？自分の殻に引きこもってばかりでは、お前は本当の意味で幼女を手にすることはできないんだぞって。よし。いいぞ。ガッツがあるのに注意しよう。いいよ、キャストリアちゃん無敵だから。オッケー、ダメージカットが乗ったから、ここで、はいはいはい、確率ダメージカットが乗るから、一旦でしょ、ここでガントよね。でいやー、これギル、まあどうせダメージ入らないんだから、普通にアーチェンディーな。正解正解。
はい、2000回復して15000でしょ。で、でだよ。で、バフ入れて、海の加護入れて、これでどう？無理かな。バスター連打で。これで吹き飛ばせるんじゃないか。まあ、ただガッツがあるから。いや待って、これガッツ発動したら返しの宝具でギルガメッシュ飛んでみたいなことあるか、ワンチャンな。あ、よかった、ダメージ届かねえわ思った以上にダメージが通らなかった。しかしこれはいい調整。まあちょっと仕切り直しだが悪くはない。どうしよう、ここさ、打つべきか。マーリンを打つのは確定で、アルトリアの粛清防御は次のターンにしたいから、ここは地味に耐えてもらおう。そこは壁もなく城もなく、リスナーの始まりの空、魂のありかを見せようか。ガーデンアブ、ガーデンアバーババンベベ。そうだ、殺す。オッケー、お願い、攻撃、ガッ、防御アップ、バス、ダメージカットつかない。くそ。しかし、これで、アルトリアの粛清防御を入れて、この魂の、いや、このダメージカット、マジやめてほしい、本当に。それはいつか来る兆しの星。誰に呼ばれるまでもなく、あなたは星をかざすでしょう。これはあれかな、でも運がいい人はさ、ランダムなシーンのね、このダメージカットがつくかつけないかって。運がいい人はほとんどダメージカットをつかずに勝ったりするんかな。まあ、宝具でつくのは確定なんだろうけど。暖房だね、本当に。初対面の男に居合斬りなんてなかなかできたもんじゃないぞ。ちなみにダメージカット1個か。これワンチャンギルのさ、アーツチェインでぶち抜けたりしないかな。宝具打ってくるから、宝具打ってくるから、一応ギルに粛清防御が入っているから大丈夫と信じたい。大きい、宝水鏡よね。うわ、硬えな。ダメージカット10分の1ぐらいか。原子は混ざり固まり、これ一旦待つべきだったかもしれない。いや、正解、エルマイリシュなら貫ける。強で、ガッ、あ、1万なの。あ、で回避ついてチャージマックスで、間合いだたわけして、で、誰に来る？ギル、ギル。ギルガメッシュ、実は女の子なの。チンチン入ったら。まあ、マーリンの役割は十分かな。しかも今、防御アップつかなかったね。オッケーオッケーオッケー。遅い遅い遅い。そして、あー、でもこれ、ついちゃったか、防御アップ。あと8ターンか。これさ、あー、マシュか。どうしたもんかね。いや、宝具は打てるんだけど、多分ダメージゼロだよな。次のターンだな。次のターンになってしまうから。まあ、少しでも防御ダウンとクリティカルダウン入れて。スカディのバフはまだ次のターンでいいね。で、どれくらい入るか。頑張れ。一応防御ダウンが入っている。まあ、ゼロですよね。お、クリティカルはダメージが通るってことよ。はくぅ、惜しい。オッケー、ただ、これでギルが死ななければ、あと回避がつかなければ、
終わり。防御つくな、防御つくな、防御つかないで。よし、オッケー、これチャンスでしょ。さすがにこれで終わりでしょ。さすがにマジで長かった。原子は混ざり固まり、伴奏を織り出す。何回打ったんだよね、マイリッシュ。平安京10回ぐらい壊れてるぞ。オッケー、いけた。よし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 、逃げる。31ターンって、まあ、無限に戦ってたな。30分ぐらい戦ってたんじゃないか。ことは許さんぞ。しんどい。うわ、オッケー。しかし終わってみれば余裕があったな。なんか初めてキャストリアとマーリンの組み合わせを使ったけど強いな。もうストーリー全部忘れちゃった。ちなみに俺は守る、決して二度とは失わぬ。そう俺は決めたのだ。あの日に出た長い1時間のコミックで言うと半年間の回想が始まる。ワンピースならこっから半年かかる。うん、チンゴ国家。これツナマヨのモノローグか。ヒゲ切り。おお、そういえば金時いたね。声だけは一番出してるな。控えだけど声だけは出してくれる野球部員とコンピュータ系の部長。金時王さん、ゴールデン、おお、ゴールデンに染まってるね。これ最後の最後でさ、再臨でさ、ゴールデンのあのおかっぱのさ、平子真嗣モードになりそうじゃない？砂ぼこりの晴れた後立っていたのは。やった、勝った。え、さすが N 前リシュだ。来るな。俺より前に決して立つな、キャスター。どういうことなんだ？ただのロリコンではないのか。俺は俺自身に誓ったのだ。二度と熟女では抜かぬと。思い誓いだ。守るべき基準を失わると。なるほど、キャスターメディアを守るために、いくらサーヴァントといえど幼い女の子を失うのはそんなにも恐ろしいか。ああ、何かリリーに面影、リリーを通して何か別の思い人がいるのか。誰なんだろう、それは。小学生の頃、たまたま親の隠してあったエロ漫画を読んで、それがずーっと心に残って、いつまでも成人になってもねえ、そのエロ漫画のことが忘れられない男みたいじゃん。うん、まあでもこれは結局ね、源氏会議とかいうわけわからんズーム会議の延長線だからな。はい、誰あのお方って。こいつ周りに幼女はべらせながら別の女性のことを思ってるんだもんな。罪深すぎる。よかったな、そこが平安京で。21世紀の日本だったら命はないぞ。斬首だよ、斬首。幼き頃から知った相手だった鬼人の娘だ。穏やかで微笑みの麗しい歌人だった。身分違いの俺にさえ笑いかけるような。ああ、よくあるよね。でもそれ多分聞いてみ、その娘多分ね、何とも思ってない。ほらー、鬼人のせいでまた陰キャが、悲劇の陰キャが生まれるきっかけになってしまったのか。ああ。蟄居。うん。しかし本当は？
うん。うん、なるほど、あの女に、その鬼人に近づくために努力したって感じなのか、そういうわけじゃないのか。これが、お、何？どうした？すべて死んでいた。炭治郎じゃん。主人も家人もすべてもろともに死んでいた。あのお方も死んでいた。鬼になっちゃってない？あ、なるほどなるほど。そういう関係があるわけか。うわ、罪深えな、高2。茨城童子。あ、初恋だったんかな。でも、なおさらそれだとさ、茨城童子をあそこまでかばうというか、思うというのもまた変な話じゃない？やっぱ、高2は高2でも、ねえ、幼い女の子は切らないっていう、倒さないっていう、とんでもないく熱いハートの持ち主だね。うん。まあ、この渡辺綱がこの教訓から得ることは早めに告白することだったね。これが心残りになっちゃってるんだ。守れなかったってこともそうだし、自分の気持ちに向き合わなかったってこともそうだし、うん。あ、これが綱の聖杯に託す願い。なるほど、そりゃ一人だけめちゃめちゃね、気合入るのもわかるわ。周りドン引きだったでしょ。浦部も薄いも。なんであいつそんなやる気満々なの、引くわーみたいな感じだったと思うよ。あ、服着た。うん。よし。でもこれでさ、あと戦うべきって誰なんだろう。てかまだそもそもさ、天乱聖杯戦争がうんぬんかんぬんとか、藤原の道長の顔がエロすぎるとかさ、そうだよね、アルターエゴリンボに一矢報いることがこの旅路の目的だったんだけど、うん。今回雷光様とは戦わんのかね。しかし残ってる敵ってあとはリンボとその周辺ぐらいじゃない。ワンチャンナーサリーライムと戦うことがあるかもしれんけど。うん。そうだね。何かに対して本気になるって尊いことだからな。うん。すごいのは僕じゃなくてギルガメッシュとキャスターアルトリアなんだけどね。金時はちなみに戦ってない。あいつめちゃめちゃ俺お前倒してやったぜって決めてやったぜって顔してたけど、戦闘に出たことはありません。うん。世界を取り戻すために。
なるほどな。まあこれでさ、一旦さ、一括りなんじゃねえか、ワンちゃん。まあ残りも見てみようか。いよいよ最終決戦っていう雰囲気になってきたけれども、あとどれくらいで終わるんだろう、この物語は。ふむ。では、源氏の総意を得たということか、なかなかに面白い。あのカイドウ丸目が私の無理なんだよ、成し遂げてみせる。愉快愉快。独り言がマジででかい、この男。配信者に向いている。顔も濃いしな。なるほど、そこ、ん？なんだ？いや、これはなんか嫌な雰囲気になってきたよ。悪対悪みたいな。意外と道長さんさ、すげえ悪人、これまでさ、ねえ、一日一冊人殺してきてましたよみたいな顔とヒゲしてるけど、なかなかに話が分かるいい人だよな。多分ここで死にそうなんだけど大丈夫か。お、その運笑い、ふふふ笑い、ぬぬぬぬ笑いに続く。お前急にドーマンでかい声で笑い出すからさ、道長さんもドン引きじゃねえかよ。見てこれ、この顔、なんだこいつって。やべえ、あ、脱いだ。どうしたどうした。やっぱ右半身脱ぐんだね。なんでだろう。我が世、はいはい、ちょっと待って、あまりの右半身のインパクトのデカさに忘れていたが、浦部のキャスターって誰だったんだろう。うん、トーマ狂ったか。道長さん狂ってます、あいつは。お、鋭い。リンボと出会った。リンボってなんか別の言葉だよな。この世でもあの世でもない境目のことをリンボって言った気がする。ナルトで聞いた。謀反である。我ら陰陽寮最高陰陽師へ重要、死んだな。もう多分次のセリフないわ。おお、なるほどね、準備はしていたんだ。よよいのよいと。さらば同伴方し、貴殿の最後我らが生命殿に伝えよう。ん、無意無謀無断無様。結構僕どうリンボ嫌いなんだけど、この言葉遣いは好き。強、パリパリのパリじゃん、ポテチのごとく。急遽、何、ああ噴水。アシアドーマンであってアシアドーマンではない。アシアドーマンの体にリンボとかいうものが、リンボっていうなんか存在が乗り移ってるみたいな感じなのかな。生命目には一度も勝てぬぞと。体はドーマン、心はドーマンじゃない。え？我こそは。何？来た。何？え、これ何？どういう光り方？何が光ってんの？三つ目があるね。我こそは英霊剣豪の仕掛けを発案せし、キャスターリンボ。めちゃめちゃ光ってる。何この後ろに。
我こそは異星の神大使とたるアルターエゴリンボ。おお、我こそは天雷聖杯戦争第7にして最大最強のキャスター。かぶり物の重量が重すぎる。何これ、めちゃめちゃ怪異を従えてんのか。ヤギさん、おめめたくさんさん、ヌエかな。そして地獄界マンダラをなさんとする八将神外人柱、大番人アシアドーマンである。名乗り上げてもらったところ大変恐縮ですが、もう意味がわからないし、まあでもドーマンが楽しそうだからいいか。うん、殺さないんだ。地獄界マンダラを作り上げることがこの聖杯にかけるアシアドーマンの願いと。何地獄界マンダラって、そういうメイド喫茶がありそうな気がするわ。引いてったわ。でもいよいよリンボの本気というか真の姿がお目見えになったね。わかりやすくなったわ。月が真っ赤に燃えてる。赤い月、呪いの月が浮かぶ。そしてん、来る。なんだなんだ、すさまじい量の排気ガスが。これが地球温暖化。やめてくれ、やめてくれ、俺の iPad が。ああ、ブラックバレル、マシュがいないから、ブラックバレルないから、油断して、気抜いてたけど、持つか俺の iPad。許せねえ、リンボ。俺の iPad に、とんでもない負荷をかけやがって、なんだ、あれ空想銃これもしかして。空想銃だ。世界を引き裂き、平安京スダクモンに空想の根が落ちる。ほら、ほら、リンボのせいで、俺の iPad が、あ、OK。一瞬止まっちゃったかと思ったじゃん。よかった。許せない、本当に。人流打ち砕く幼獣、大獣。はい。空は先、昼であったはずの底に夜の帳がおり、赤い月が浮かび上がる。うん、オリエンド城、へえ、地獄界マンダラ。あー、そこが話としてつながってくるんだ。英霊剣豪7番勝負で、うん、あの木何の木、気になる木じゃん。何あれ、あ、キヨコちゃんだ。グヘッ来た。そっか、まだ陣営にはこの人がおったな。タマモが、タマモです。タマモが手を焼くほどか。うんうん。今回もちゃんと空想銃切らなきゃいけないんだ。聖杯戦争管理者としての我が霊獣7角を持ち、いずれも7角で足りるのか。ムクロ発信さまよる魂。八将神たちよ。
しょうがねえな。じゃあ俺は10日かけて霊樹30角で相手をする。足りるかな。ついでに10万ぐらい課金して石も蓄えとくか。ドーマンに教えてあげないと。地獄界マンダラ発信章、ふーん、諭吉空想樹満札で叩きってやるわ。いよいよ終盤って感じかな。まあ、次回に続く。